会計士税理士の白岩です。静岡市内で会計事務所の代表を務めております。今回は静岡市で会社を作られたり、会社の経営者、社長だっていう方ですけども、その役員報酬ですね、役員の給料を決めたい、変えたいということで、悩まれていたり、相談に乗ってもらいたい、税理士に相談に乗ってもらいたいという方いらっしゃいましたら、私までご相談いただければと思います。役員報酬の決め方もいろいろありますね。会社の業績で黒字、赤字にならないぐらい、収支トントンぐらいを狙うとか、社会保険を加味するとか、あとご高齢の方は年金もらいたいんで、年金との調整で役員報酬を決めるというようないろんなパターンがあると思いますけども、もし、わからないということや、担当の税理士さんいらっしゃってもあまりピンとした答えが得られないというような方は、ぜひお気軽に一度ご相談いただければと思います。白岩会計事務所の白岩でした。